こんにちは、Bレジェンド田中です。 Bレジェンドのダンです。今回は Bレジェンドダン君に Bレジェンド田中の腕をかっこよくしてもらう二頭筋編をやっていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報が掲載されておりますので、動画の概要欄をご確認ください。 Bレジェンドダン君に二頭筋を教わろうと思うのですが、まあ、簡単に紹介をしますと、私はパワーリフティングの試合とかに主に出ておりまして、まあ、基本的にはバーベル種目とかね、多関節種目をメインにトレーニングを行ってますので、あんまり細かく効かせるトレーニングね、そんなにやってないです。基本的にベーシックな種目を中心にやってます。まあ、片やビリネンドダン君は怪我が多いというね。僕はJBBF でフィジークという競技をやってるんですけども、選手の中でもトップクラスで怪我してるんじゃないですかねもともとね、いろんなスポーツをやってても関節の怪我が多いダン君なんで、まあ、逆にね、重りを効かさずに、まあ、いろんなアプローチをして筋肉を発達させるっていうことをね、やってて、まあ、フィジークでもね、ちゃんと入賞経験もあるので、ちょっとベーシックなトレーニングをやってる私とは真逆のアプローチで、まあ、しっかり結果を残している、まあ、私腕が弱点なんで、ちょっとダン君のトレーニングを取り入れてみたいと思います。今日は何をやるんですか？ベンチを使ってインクラインアームカールをやっていきたいと思います。もう二頭筋じゃ割とベーシックな種目にはなるのかなと思うんですけど、アームカールの中でも肘の位置だったりとか、この収縮ポイントのストップする位置だったりとか、それでちょっと細かい部分とかも説明できたらなというふうに思います。お願いします。お願いします。田中さん、僕よりはるかに腕が太いんですが、ちょっとでも重い重量をやってた結果大きくなった腕と形を作っていった腕なんで、僕の方がサイズ的には大きいんですけど、二頭筋のポーズした時にはるかにダン君の方が腕身長高いね、長いんですけど、そんな太く見えないはずだけど、ダン君の方がね、太く見えるんですよ実際の太さと計算して形を作ってる太さがあるんで、ちょっと出してみます。僕の方が腕は実は太いんですけど、ダン君の方がね、太く見えるんですよ。これがまあ、ちゃんとボディメイクしてると重いのを分回してる人の違いだと思いますんで、まあ、せっかくなんでね、ダンクのアプローチを取り入れてみたいと思います。お願いします。お願いします。インクラインアームカールの仕方は本当人それぞれやと思うんですけど、僕はまず足の位置が体幹をずっと締めときたいんで上げちゃいます、うん、なんでたまにこの辺に足を置くとことかあれば置いたりもするんですけど、うん、基本的には足をこのようにベンチに上げて行っていきます。で、顔もずっとおへそを見る感覚で姿勢を取ったまま、まあ、こうやって上げていくんですけども、肘の位置が割と結構こうストレッチかけるためにって後ろに下げちゃう人とかも割かしいると思うんですけど、これもちょっと前、もうここがストップポジションです。最大のストレッチのポジションになります。もうこの時点で結構二頭筋に感覚が入ると思うんですけど、ここをキープしたまま上げていきます。でこの時に結構こうグーッと上げちゃって、なんか肘がこうやってブレたりもするんですけど、僕も肘上げたりはするんですけど、肩の位置を変えずにグッと二頭筋だけ収縮させたりします。まあ、できる限りは肘をあんまり移動させたくはないんで、最初の方は上げていったらこのままちょっと小指を寄せるようなイメージでグッと二頭筋に力を入れます。でグッと上げ切るというよりかは、もう二頭筋が収縮して、あ、これ以上曲がらへんなってとこからもう無理やり上げれようとせず、ここで一旦ストップで下ろしていって、ここのストレッチかけたところで伸びたらまた曲げる。でこの時もストップして、徐々にこれが曲がりにくくなってくるので、そうなった時はグッと肘を上げて二頭筋、さらにこの時に肘を上げたまま顔を僕はグッと下げれます。そしたらもう二頭筋がさらに収縮する感覚があるんで、そこで一旦ストップしたらまたグッと落としていきます。で最後疲れてきたら、ここで耐えて耐えて耐えて無理になったら、もう戻してグッと上げるのはいいんですけど、ストップで耐えるのは絶対に、ネガティブは抜かないように、もうしっかり最大までストレッチかけたら抜いて、反動使ってもいいんで、これはあくまで追い込みなんですけど、基本的にはノー反動でグッと行かせる、ストップ、下ろしてグッとストップ、これを繰り返します。大体目安は何レップぐらいですか？10レップぐらいできる重量で行ったりするんですけど、それ終わった後に起き上がって結構この収縮だけ
を無理やり10回とかもやったりしますね。きついやつや。だから1セット目は10回できたりするんですけど、2セット目ぐらいからもう僕回数が減っていきますね。まあとりあえずベンチ台は60度ぐらいで、60度ぐらい起こしとくって感じですね。下も起こせたら起こします。まあしっかり骨盤を後傾させて、腹筋にも力をずっと入れた状態にしておきたいんで。なるほど。無理やりその姿勢作れるのはベンチを上げたいんで。じゃあチャレンジ。はい。足を上げて、上げて、顎を引いた状態で、引いた状態で、こうですね。肘の位置もう一歩前で、このぐらいで、そこでグッと曲げていく。でこの時にちょっとだけ小指側にグッと締める感覚で、で下ろしていく。そこでもうそこから上げます。それ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 です。でそこで一旦ストップして、それそれそれです。収縮ポイントで一旦ストップ。収縮が甘いなって気持ち、感覚があるときはちょっと肘をグッと上に上げてあげて、顔を丸めるとさらに収縮するんで、ダブルバイの時のあのピークの部分がパンプしていきます。そうですそうです、太いですね腕。めちゃめちゃいいです、めちゃめちゃいいです。そのぐらいしっかり 2,3 秒もストップしちゃっていいです。収縮ポイントで抜かないように。いいですね、腕太いですね。いや、いいですね。でやばくなってきて、いいやってなってきてから、もう振り込みみたいに振って、とりあえず収縮させてネガティブっていうのを 2,3 回で、もっとゆっくり下ろします。あ、それ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 です。オッケーです、オッケーです。これで仕上げ、これで仕上げで、僕はここで背中丸めて収縮だけをやったりします。こういうことでいいですか。あ、そうですそうですそうです、そうです。うわぁ。あの腕、血が止まるかっていう感じ。正座した後みたいな感じですね。あの休めない。休めないですね。なんで12キロは割ときついんですよね。12キロ10回無理ですね。普段僕何キロでやってるかっていうと、これ、まあ、18キロぐらいで13から15ぐらい回数やってるんですけど、ダンクのやつは肘前に移動してずっと下ろしてもかかってるし、二頭筋を常に緊張させてるっていう感じですね。上で、ね、収縮の時間もしっかりとってるんで、重さ半分近くにあるけど、めちゃめちゃしんどいですね。あのたまに酸欠になって耳鳴りするときあります。ちょっと休憩挟んだら、はあ、2セット目3セット目いきたいと思います。休憩割と本当に3分以上は取らないと全然できないんで。腕自体は太いけど、そのダン君と並んだときに太さが全然目立たないっていうのは、多分こういうちゃんと収縮の密度というか、収縮させ具合が僕よりはるかになんかもっと二頭筋を縮めてるなっていう感じがありますね。その辺が二頭の発達、メリハリの差なんでしょうね。もう僕はもういかにステージ映えさせれるかっていう競技ではあるんで。パンプで何センチ？わかんないですよね。わかってないか。腕どんぐらいあるんでしょう。今このぐらいなんですけど。じゃあね、肘付近も丸みがあっていいもんね。三頭筋がもともと強かったんで、多分ここが、本来あんまり多分二頭筋強くても三頭筋がこう膨らんでるフィジーク選手って割と少ないんですけど、ボディービルダーみたいな腕の形になってるの。あ、そうなんですよね。本来こうやって普通にしてこうやってやったら細いんですけどね、この時だけ漏れるんですよ、でかい。だから写真撮る時はいつもダブルバイします。僕ダブルバイしたらね、体幹近くは太いけど先に行くにつれて細くなるんで、あんまりかっこよくないんですよ。いや、かっこいいですけどね。ダン君と並んだらこのボディメイクやってる人の腕と、な結果太くなった人の腕のこの差が明確ですよね。先細りと先っぽでもしっかり太さが強調されるというか、まあ、その形ですね。よし、2セット目いきましょうか。いきましょう。これな、これあれですね、あの前回の背中のトレーニングの時もそうですけど、セットに入る前ちょっと勇気いりますね。結構きついんだろうなっては。僕トレーニング結構高重量でやってる方とゴートレとかすると、
僕のトレーニングした後にトレーニング嫌いになりそうってよく言われますね。あの普段のトレーニングの倍ぐらい辛い。たまにやりながらキレてる人います。あの回数できないことに意外だし。肩甲骨これ下で固定した状態ですか？肩甲骨も下で固定してますね、はい、きます。で肩の位置もできる限りもう動かさないようにしてます。そこでストップして、そうです、そこでしっかり収縮、収縮ポイントでも上げすぎると抜けちゃうんで、上げすぎないようにもう、そうですそうですそうです、3、いいですね、いいですね、4、しっかり小指、そうです、5、小指しっかり2頭入ってます、6、いいですね、7、徐々に肘が下がっていくんで、ちょっと手前、その辺で、そうです、8、はい、お疲れでいきましょう、3回、1、いいですね、しっかり耐えて、2、戻す時も肘の位置頑張って、OK です、そっからラスト、いいですね。最後のこの収縮が地獄なんですよ。これもできる回数でいいです。OK です。僕割とこの最後の収縮、10回行きたい時は立ったら割と上がったりするんで、立ってさらにもう合計10回になるように上げたりします。決意頑張って立ちます。ですね、なんか徐々にあの腕が赤くなっていく、それやってる時筋肉に効いてる証拠ですよね、血が流れて。いやでもこんなにあれですね、息上がるんですね。そうそう、あの有酸素、いや僕結構減量中有酸素しないんですけど、トレーニングで息めっちゃ上がって有酸素みたいになるんで、自分のトレーニングだとこんな息上がってないです。これだけ緊張させ続けると筋肉を、やっぱ呼吸も止まっちゃったりもするんで、呼吸意識しながらやると回数そもそもできないですからね。ダンベルを握る時の強さでもう目いっぱい強く握ります、ね、僕も握り込みますね。握り込む。僕は結構もともと手首がすごく弱くて、そのブレイクダンスとかやってた時に両手首僕怪我してるんですけど、うん、それでベンチプレスやり始めた時もやっぱ手首がダメで、もう手首は絶対倒さない練習とかしてたんですよ、うん、サムレスにしちゃうと手首が倒れやすくなっちゃったりで、ストレッチかかるんですけど、収縮の時とかになんか抜ける感覚があるんで、うん、もう基本僕は固定でやってますね。リストはニュートラル、ちょっとショック、ニュートラルにしてますね、イメージは。握る位置は根っこ先、もう根っこ、根っこに持ってます。根っこに乗せてる。根っこで握り込むってこと、ね、はい、根っこを近づけたら収縮よりするんで、うん、逆にこの先っぽの方にやっちゃうと、まあ、手首倒したら 筋肉は収縮するんですけど、効いてる収縮感がなくて、うん、なんかすごい逃げてる感があるんで、僕はもうこのニュートラルのまま、この手根っていうんですかね、この手根をいかにこの起死停止部にぐわっと近づけるかみたいなイメージでやってます。全然回復しない。3分でも時間足りないですからね。だから腕トレとかでも3種目とかで2頭3頭分けたりするんですけど、やっぱ1時間半2時間はかかりますもんね。普段何セットやるんですかこれ。普段はその時のモチベーションとかにもよるんですけど、最近は3セットが多いですけど、減量中とか行くと大体4セット行こうとしますね。なんで減量中に増やしてんの。減量中は増やします。マジで。でも減量中の方が多分トレーニングきついと思います。なんで。絞りたいからですかね。でもやっぱなんか減量中に筋肉が落ちる感覚は他の周りの話聞いてると相当少ないんで、なんか筋肉はなんか逆に形が出てきて膨らんでる感覚が僕の中であるんで、なんかそれもあるのかもしれないです。重量をこなしてレップ数とかボリュームをあんまりこなさない、まあ、僕みたいなトレーニングって減量に入ったら結構縮む感強いよね。あ、そうですね。回数がどうしてもパワーが落ちて減量で落ちてる分ボリュームが下がりすぎてるかもしれないね、うん、ああ、それもありますね。でもあとは脂肪なくなってくると関節の可動域も広がるから、うん、よりそうなりますよね。僕はどちらかというとそんなに関節に負担のないトレーニングばっかやってるんで、もう筋肉の体力だけなんでパワーと、うん、あんまりベンチプレスとかだけじゃないですかね、変わるとしたら。
ゃあラストセットですね。ラストは座って上がらんくなったら立って合計10回までやりましょう。しっかり握って手首はニュートラル。握ってですね。よし。はあ。ため息が出るな。持久走走る前の気持ちと一緒ですよね。よし。行きましょう。よし。いいですね。2いいですよ、そこしっかり肘の場所キープして34やっぱ1レップ目をネガティブから入るのいいですね。5ちょっと調整しますね、この辺で。そうです、6はい、7いいですね。8はい、9小指グッと寄せて、はい、グッと振り子でいきましょう。もう 2,3 回でいいです。最後、小指もグッとひねって OK です。さあ、1立ってやりましょう。あと8回いきましょう。1、2、3いきましょう。はい、ゴー、オーケーです。はあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はあ、最初よりマシですかね。いや、張ってますね。だいぶ張ってますね。うん、太い。これで太い。メリハリがないBレジェンド田中がちょっとね。アメコミボディアメコミボディにイレジェのダン君にかっこいい体にしてもらうというのを僕の希望で始めてますんでちょっと引き続きかっこいい体に変えてもらおうと思います。今回はちょっとね二頭利かすアプローチをやったんですけど、まあ僕の普段やってる重量の半分ぐらいなんですけど倍以上きつかったですやっぱ息上がってるのすごい分かりますもんね浮きどころがないのと、まあ、反動基本的に使わないんでずっと二頭かかってるから二頭を意識してる時間が1レップあたりの時間が倍ぐらいあるんで、うん、これはなかなかいつもと違うアプローチでちょっと普段のトレーニングに組み入れたいと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。お得なセール情報や新商品の情報なども掲載されておりますので概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。